スコットランド、グレンフィリック蒸留所の、ポットスチル型蒸留機ポットスチル型蒸留機とは、毎回蒸留する都度アルコール発酵した酒の、もろみなどの蒸留する溶液を入れ、エタノールの蒸留が終了したら、溶液を排出する方式の蒸留機。日本の酒税法では、連続式蒸留機以外の蒸留機は、単式蒸留機と表記されている。 単式蒸留器の大まかな構造は、発酵したもろみを加熱する蒸留管、発生した蒸気を冷却層に送る、銅管、蒸気を冷却、凝縮させアルコールを取り出す冷却蛇管からなる。単式蒸留器最大の特徴は、原料である発酵もろみを連続的に蒸留することができないことであり、連続式蒸留器との最大の違いである。連続式蒸留器とは、 連続して供給されるアルコール含有物を蒸留しつつ、フーゼル油、アルデヒドその他不純物を取り除くことができる蒸留機である。そのため、単式蒸留機とは蒸留機の単純さや複雑さに関係なく非常に広範な蒸留機を指す。蒸留酒製造分野では通常、単式蒸留機はポットスチル型蒸留機を指す。 ポットスチール型蒸留機は、一般的には、棚弾糖、重点灯や、寒流冷却機などのエタノールの分離能力を、向上させる仕組みを有さず、自然寒流のみを行う蒸留機を指す。伝統的なポットスチール型蒸留機は、ポット、スワンネック、ラインアーム、凝縮機の4つのパーツで構成されている。それゆえに、単式蒸留器でのエタノールの生成度は、 連続式蒸留器と比べると低いが、その反面発酵において生じた風味が残るという特徴もあり、本格蒸流をはじめ、ブランデーウイスキーラム酒等の製造に用いられる。特に、国内の本格蒸流の製造においては、酒税法の規定により単式蒸留器を用いて製造しなければならない。法律の意味する蒸留器を文字通り解釈した場合、 単式蒸留器に相当する蒸留器は解分式蒸留器 A バッチディストレーションである。2種類以上の液体の混合物である原料を蒸留し、その各成分を分離した後は上流を中断し、その後原料を入れ替えた後同じプロセスを繰り返すという運用を行う蒸留器のことである。連続式蒸留器では上流を中断せずに原料を投入できるため、 対照的である。季節性、低容量、高純度の化学物質の生産において重要であり、製薬業界では頻繁に使用される蒸留方法である。また、得られるエタノール濃度は、その蒸留器が持つ理論段数に依存し、得られる成分の純度が低いことを意味しない。この言葉の使用は、若干の混乱が見られる。使用や解釈に際しては、 注意が必要だろう。法律用語としての単式上流器は単なる原料の供給方法に関してであり、上流器の性能には全く関係ない。フラッシュ上流器へフラッシュエバポレーションなどは連続式上流器であるが、単上流であるため成分を分離する能力が低い。科学、工学分野では単式上流器はポットスチルだが、 法律用語が指し示すものを文字通り解釈すると、解分式上流器を指しており、混乱を避けるためか、単式上流器などと正し書き付きで言及されることが多い。科学、工学、法律の各分野によって意味するものが違うことに注意が必要である。歴史的には、単式上流器は、複式上流器と区別するために生じた用語であろう。 したがって、上流管を一つだけ有する、上流器のことを単式上流器または単管式上流器と呼称し、上流管を複数有する、上流器のことを、また式上流器と呼称していたと思われるが、現在の法制度上、複式上流器は、単式上流器と分類される。さらにややこしいのは、科学工学において、単上流や、 連続上流といった全く別の概念が存在し、かつ単式上流器や連続式上流器のことを単上流、連続上流と言及する例が存在することである。ポットスチールにおいても、スワンネックは寒流を基としており、スワンネックの表面積、形状を変化することにより、寒流比を変えることができる。そのため、ポットスチールは単上流には当たらない。 また英語でのポットスチル自体も何らかの厳密な蒸留機のデザインを指しているということはないと思われ、法令上は蒸留した結果得られる蒸留酒のアルコール濃度が規定されているのみである。例えば、カリフォルニアブランデーでは蒸留し得られた蒸留酒のアルコール濃度が85%以下でなければならない。コニャックではアルコール濃度が72%以下でなければならない。 ともかく、何らかの機能やデザイン上の分類というよりは、規定された手続きで法的に認められたアルコール濃度を実現するための蒸留器ということができるかもしれない。ありがとうございます。